はい、皆さんこんにちは、ケバイシヒデです。今日のワンポイントアドバイスです。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。メラビアンの法則です。メラビアンの法則というのは、要は第一印象、見た目が肝心ですよ、見た目で大事ですよ、見た目で判断されますよということです。大体数字的に言うと視覚、要は見た目で 55% の人がそこを判断している。であとはですね、声ですね、声の質とかを、いわゆるその感じ取るという感じですね。あと人の話なんかほとんど、聞いてないというか、話の内容なんかはですね 7% ぐらいと言われているんですね。でそのようにいわゆるその日本人は特に第一印象、見かけですよ、見かけで判断しますから、特にメイクっていうのはね非常に大事なんですね。で僕はよく言ってるんですけども、よく婚活とかでまず人の印象でですね好感を持っていただかないとダメですね。それはもう見た目で好感を持てるか持てないかって結構あるんですよ。目の下にすごいクマが入ってて暗い感じの雰囲気、例えば眉のですね、眉頭が狭まってて眉間にシワが入ってるようなね怖い感じのイメージ、もうこういうことは分かりますよね。好感持てないというか、どうしてもこうやって離れてしまうわけです。でそういう好感を持つためにはまず好印象を作りましょうということですね。好印象を作って好感を持っていただいたら、そこで初めて好意が抱かれる、好意ですね、その好意が恋に発展し、それから愛に発展するわけです。人間のコミュニケーションというのはいきなし愛に発展することはないわけですね。ということでまず第一印象、見かけを大事に皆さん意識して頑張ってください。それではまたお会いしましょう。ケバイシヒデでした。頑張ってね。